エルサレムはもうね、カオスすぎて、はい、いやもうなんか僕、全然そのイスラエルのことをよく分からずに行ったんで、なんとですね、エルサレムに僕、あの、視会経由で、デッドシー経由で行って、<laughs> そう、行った日が金曜日だったんですよ。あー、それはすごい。いきなり金曜日、そう、だから金曜日の朝から行ったんですけど、うん、お昼に、その、うん、なんかタクシー乗ったら、お前、もう、 あれだぞと、午前で終わりだぞと、うん、エルサレムは金曜日午前中でもうすべてが停止するから、うん、早くお前空港に行って帰らないとやばいぞって言われて、嘘つけっ,つって言ったら、なんかタクシー運転手がわざわざユダヤ人のタクシーを呼び止めて、うん、あのなんかちっちゃい帽子かぶってる人たちを呼び止めて、うん、はい。 いや、どうなんだみたいな話を聞いたら、いやも、もう半球で終わりだぞと。まあ俺、俺はアラブ人のあ、アラブ人だからまだやってるけど、うん、もうユダヤ人はみんな帰っちゃうから、空港も機能停止になるからって言って、うん、もうそのまま帰、空港行ったら空港も3つターミナルあるのに1個しか動いてなくて、うん、<laughs> やばかったですね、本当に。そうなんです。あれ、土曜日がね、ほら、 だから日,没って日没の瞬間から一切働いちゃいかんわけですよ。それって働くなって神が命令したって仕組みだから働,く働いたら神に逆らったことになって地獄に落ちるって思ってるわけですよ。特にエルサレムに住んでるような人たちは。うんうんだからなんていうかこう自分が天国に行くためには絶対働いちゃいけないわけですよね。 しかもほら日没の瞬間の1分前まで働いてたら、だって帰れないじゃないですか。でも帰ろうと思ったら公共交通機関全部止まってるわけで、だからどんどんみんなほら早く帰るんですよ。